イリューシンイルマイナス4モスクワで展示されるイルマイナス4イルマイナス4はソ連のイリューシン設計局が開発した総発爆撃機である。量産初期型名称は DB マイナス3だが、その後航空機命名規則の変更に伴い、設計局の頭文字を冠したイルマイナス4に変更された。1933年、ソ連空軍は未だに運用していた t b 3に代わる db 要求仕様を提示した。イルーシン設計局は、総発単用、引っ込め足の試作機、tskb-26 を製作し、1935年6月に初飛行させた。試験結果は良好で、改良型の tskb-30 を経た後、1936年には、量産型 db-3 の生産が始まった。機体は、 双発の低翼単用。機種はガラス張りの機種銃座という、当時の平均的な双発銃爆撃機と同じ、ものであった。機種形状は、縦長の卵型だったが、改良型の DB-3F、-4 は、累的系の空気抵抗が少ない形状に、変更された。爆弾は、胴体下方の爆弾層に、最大 1000kg まで搭載することが可能だったが、 外部に魚雷を懸垂することも可能であった。防御銃座は、機種、後方、後部下方に参加所有し、ビブ銃座はなかった。後部下方の機関銃は、複雑な展望鏡によって照準する方式であった。1936年に配備が始まった DB-3 は、その汎用性も、相まって、第二次世界大戦の、あらゆる戦線で、爆撃や雷撃、 輸送に活躍した。基本設計の古さにもかかわらず、1942年2月に DB-3F がいる -4 に解消された。後も生産は続けられ、1945年初頭までに約6800機以上が生産された。ありがとうございます。